降るんなら朝から降ってて欲しかったな。いや、結構降ってるなって。もしかして傘ないの？私としたことが油断してたよ。私の使う？え、それじゃあウサちゃんが。あ、もしや二刀流？いや、一本だけど。私、先生の頼まれ事でまだ帰れないから、その間に止みそうだし。うわ、これからもっとひどくなるってよ、雨。明日から使えるのかな。大丈夫大丈夫、気にしないで。確かに私火属性っぽいから、雨は弱点属性なのではって思うかもしれないけど、これで案外水属性もいける口で。いや、そんな角度の心配は1ミリもしてない。おこや、あ、コレちゃんが一緒に帰ろうって。そっか、じゃあよかった。うん、ありがとね。お、コレちゃん。でしょ。イマリちゃん待ってたよ。おう、急がねば。さらばです。バイバイ。ん、カッパ。お、日直ですか。あ、まあね。内巻くんはもう帰り。はい。ん、手伝いましょうか。え、あ、いいや、いいよいいよ。あ、内巻くん傘ある？ええ、ありますけど。じゃあ、イマリちゃん入れてあげてよ。傘忘れて困ってたから。ん、多分まだ昇降口にいると思う。そうですね、この雨ですもんね。わかりました。武田先生、集めたノートをここに置いときますよ。おお、すまんな、宇佐美。ご苦労さん。お前もコーヒー飲んでくか。あ、大丈夫です。では、まだ片付けあるので。そうか。あ、じゃあついでにチョーク補充しといてくれるか。え？用具室の右側の棚にあるから。わかりました。失礼します。
まだまだかかりそうだな。水、水。香りか。実は今日遅刻寸前で傘持ってきてないのだよ。かわいそうでしょ。自分で言うな。だから水の傘借りてくね。ちょっと勝手に持ってこないでよ。許せ。いや許さない。香り。なんか踏んだり蹴ったりだ。本当に持って帰ってるし、はあ、あ、ん？あ、やっと来た。あ、内巻くん？あれ、イマリちゃんは？ああ、それがですね、あの後すぐここに来て伊万里さんを探したんですけど。ん？いたー！ちょっと何やってるんですか伊万里さん。伊万里さん、これは雨？え？それとも涙なのかな。アルシアン戦記第2章、モリアーナとの決別シーン。正解。じゃなくて風邪ひきますよ。甘く見ないで内巻くん。え、私にはウンディーネの過去があるから。なあ、イマリさん、イマリさん、あ、待ってください。新章、コレットさんいたんですか。手具合でした。あの二人らしいけど。ん？それで内巻くんはなんで残ってたの？え？宇佐美さんを待ってたんじゃないですか。え？お友達に傘貸してあげたんでしょ。水のことは任せたよ、内巻くん。入っていきますよね、傘。あ、うん。香り、ありがとう。ありがとう。どうかしました？いや、別に。どうぞ。お邪魔します。宇佐美さん。何？ですね、その、やっぱりいいです。ん？何だったんだろう、あれ。まさか。まさかね。何ニヤニヤしてるの？おはよう。私はその訳を知っている。何があったの？でもこれは口が裂けても言えないな。言えない。内巻くんと相合い傘で帰ったこと。なんで知ってるの？新聞部の情報も侮るなかれ。やるじゃん瑞希。いや別に全然そんな感じじゃ。
向こうは相変わらず気づいてもいない感じ？瑞希の気持ちに。でもまあしばらくはこのままでもいいかな。新聞部的な統計によれば、3年になると部活も引退だし、クラスが違えば受験でろくに話もできなくなるから、2年の今のうちにうまくいかないと恋は実らない。なるほど、説得力あるね。唯一の例外は2人が同じ高校に入るパターン。このパターンだよ。でもいける？内巻くん、水と同じとこ。でも確かにこのままだとダメかも。気にしてもしょうがない、自然体よ自然体。でも3年になったら、水、気にしちゃダメだってば。気にして。うさみちゃんのこと。はい、好きになってしまったんです。え、うさみさんのこと。わかるよ、可愛いもんね。何それ、何それ。ウサギの髪飾りも可愛いし、怒るとちょっぴり暴力キャラなところも、時々パンツ見せちゃうところもかなり重症だね。でも思い切って言うしかないよ。今日も部活行くんでしょ？はい。大丈夫、ウサちゃんなら絶対いい返事くれるよ。だってウサちゃんいい子だもん。とにかく頑張って、うちの君。今日はいきなり呼び出してすみません。気にしないで、緊急スクランブルだったんでしょ。今里さん、承諾してますよ。本当に？あ、先輩先輩、嬉しいニュースです。文化祭の空き缶アートが市民美術祭で銀賞をいただいたんです。本当ですか？諦めずに頑張ればちゃんと結果が出るんですよ。コレットさんはともかく、小山先生にもご報告しなくっちゃ。先生、今のは？諦めずにいれば。先に部長来てくれないかな。はいやー！どうしたんですか？あ、いやって。あ、いや、宇佐美さんだけですか？来たー。うん、ちょうどよかったです。実はちょっとお話がありまして。真面目なお話が。はい。落ち着いて聞かなきゃ、落ち着いて。何？内巻くん、すぐに返事しちゃダメ。焦らせて、困らせて。実は主導権を握るのよ。好きになってしまいました。主導権、この子。はい、渡します。は？ぴょーん。え？あ、この子。はい。でも、あの、ウサギの髪飾りがいいって。あ、はい。はい。ウサ？これです。いいでしょ？怒るとちょっぴり暴力キャラって。そうそう、こんな感じで。ちょっぴり。よく知ってますね。時々パンツって。そこまでご存知なんですか？見てください。時々？この1話のシーン。ちょっと待って。ひょっとして、あの視線の先は。こいつか。なんていうか、久しぶりに言わせてもらっていい？どうぞ。絵じゃん。はい。やっぱり絵は絵、人は人っていうのが自然だと思わない？愛は次元を超えると思っています。言ってることはかっこいいのに。ん？いやいや待って、絶対言ってたよ私の名前。何のことですか？だから聞こえちゃったの、イマリちゃんと話してたの。私を好きって。ん？だから宇佐美さんが好きって。何言ってるんだ自分で。すいません、ちょっと説明が足りてなかったですね。
実は彼女、名前が宇佐美なんですよ。なんだそれ真面目に聞いて損した。そんなことよりお願いがあります。何よ。宇佐美さんの可愛さに心奪われた僕ですが。可愛い。こっちの宇佐美さんね。ややこしい。そう、実にややこしいんですよ。何、私に宇佐美やめろっての。僕がそんな鬼畜なことを言うと。割と言いかねないと思ってるけど。ひどいな。いや、僕が呼び方を変えればいいだけですから。なんて。水木さん。今日から水木さんって呼んでいいですか。ダメですか。そんな急に言われても。わかりました。今日はそれを伝えたかっただけなんで。じゃあ考えておいてくださいね。やれやれ。どうするんだお前。部長、いつからそこに。お前がそーっと部室に入ってきたあたりからだ。最初からじゃないですか。そんなことはどうでもいい。よかったじゃないか、水木さん。お前ら進展なさすぎなんだから。来年は俺もいないし、お前らも部活に出られる日は減ってくだろうし、のんびりしてるとあっという間だぞ。そうなのよ、あの時間に買い物に。お姉ちゃん。そうなの。たまにご近所さんにばったり会っちゃったりするのよね。水木、どうした、食欲ない。そんなことないよ。あんたそれで返事保留してきたの。だってチキン。こいつら。でも好きな男に名前で呼ばれるとかいいことじゃん。どうなのかな。理由が気に入らないんだろ。ドキ。そうなの。うわ、めんどくさ。恋する乙女はめんどくさいの。名言いただきました。行ってらっしゃい。久しぶりにいい天気だね。そうですね。昨日のお願いだけどさ、あれね、
ダメだから。え？の拒否。いや。え？そんな簡単には呼ばせてあげないんだから。それはちょうどよかったです。え？だってやっぱり宇佐美さんは宇佐美さんですからね。昨日と言ってること違うじゃん。好きなキャラクターと一緒でややこしいんでしょ。ああ、あんなメギツネのことはもういいじゃないですか。え？何があったの？昨日はアニメ第5話の放送日でした。素晴らしい作画、可愛いキャラ、平和な A パートでした。しかし B パートになって発覚したんですよ。あのメギツネに彼氏がいたことが。僕という存在がありながら、これは完全なる裏切り行為ではないでしょう。うわ、めんどくさ。宇佐美さんにはわからないでしょうね。好きになった人に好きな人がいるこの気持ちは。こいつ。まあこれでわかったでしょ。愛は次元を超えない。そうですよね。やっぱり嫁は自分で書かなくちゃですよね。違う。よし、また今日も頑張って書きますよ。今度の嫁は制服にしようかな。まあいっかね。宇佐美さん。お。撮ってほしいポーズはこれです。あ、無理無理こんなの。宇佐美さんなら僕もギリ我慢できますので。やっぱりギリなの。